は瀬戸義雄先生。瀬戸先生は筆跡で心理や性格を読み取り鑑定してくれるというスタイルの先生。なんとも言えない優しい雰囲気と温かいメッセージに癒されながら、最後は開運できる筆跡まで教えてくれます。ぜひご覧くださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうしましたらね、今から文字を書いていただいて、それを診断させていただくんですけれど、まず日頃書く要領で、こちらはがきになってますんで、この郵便番号から住所で、この宛名を書いていただいていいですか。はい。で、あともし差し支えなければ、こちらご自分の住所はいらないんで、名前だけ書いてもらえますか。ありがとうございます。そしたらね、これで診断させていただくんですけれど、はい、トニカ様はすごく誠実な方で、はい、で、どちらかというと縁の下の力持ちタイプ、うん、で、それでその誠実さっていうのが周りの人からすごく評価していただける方だと思います。はい、嬉しいですね。そうですね、決してね、派手さはないんですけれど、なんか自分でそのどん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 積極的に自己主張していくようなタイプじゃないんですけれど、でもその派手さはないんですけれど、いつもコツコツされてるところを、はい、やっぱり周りの人はよく見てくれてると思いますし、うん、それで特にね、ここすごく土佐市の市っていう字のこの下がすごく長く伸びてるんですけどね、これ普通の人がこの辺で止めるのを、トニカさん、はい、トニカさんはねすごく長く書かれてるんですよ、はい、で、この井戸の井もここすごく長いですよね。これはね、ここで終わるのをもっといい結果残したいという思いがものすごく強いから、だからこれ長くなってるんですね。あ、なるほど。そうなんです。だからね、すごく結果にこだわる方なんです平凡じゃ嫌っていう方、はい、あとですね、この口っていう字なんですけれど、こことここに特徴があるんですけどね、はい、ここのその最初の書き始めのところあるじゃないですか、ここが閉じてるんですよ、はい、で、ここの次のこの曲がるところが角張ってるんですね、うん、で、これ全部見ていくと全ての字がほぼこういう書き方されてるんです。ですんでね、まあ社会の中でも、まあ結構リラックスした時でも大体こんな行動されてるんかなっていうことがわかるんですけれど、うんうん、このね、まず書き始めのところに日頃どんな考え方してるかっていうのが出るんですね、はい、で、ここがピタッて閉じてるっていうのは、学校で文字を習う時にこういうふうに書いてくださいっていうふうに習うんですけれど、はい、で、ここのぴったり閉じるっていうのをずっと守られてる人によってね、ここ開いてしまう人もいるんですよ、うん、でもここぴったりついてるっていうことはすごく真面目な人なんです、うんうん、ルールがあったらね、ルールを守ろうとする方、はい、で、次、ここの次の曲がるところ、ここが角張ってるじゃないですか、ここはね、日頃の行動が現れるんです。で、ここね、こう角張って書く人と、中にはこう丸く書く人もいるんですよ、はい、で、この角張って書く人と丸く書く人の違い何かって言いましたら、これね、角張って書く人は結構慎重なんです、行動は、うん、ハメを外さないタイプハメ外さないってどういうことかと言いましたらね、
例えばこういう交差点ありますよね、はい、交差点でこっちからこっちに移動しようとするときに、ここ角張って書く人はね、もうきっちりこう行ってからこういうふうに行こうとするんです、うん、結構慎重にミスのないように、うん、ここ丸く書く人っていうのはね、もうポンって行ってしまうんです、ショートカットで。だからね、もうすごく真面目やし、行動はすごく慎重ですんでね、もうそのいつも丁寧に行動してるっていうのがすごく字から読み取れます、はい、でしかも結果に対してすごくこだわられるでね、あとどちらかというとその全体の字がちょっと小さめに書かれてる、うん、で字が小さい人っていうのは大きい人と比べてどういう特徴があるかと言いましたらね、もともとすごくコツコツタイプなんですけれど、字が小さいっていうのはまたさらにコツコツタイプなんですそうなんですね、はい、だからミスも少ないと思います。大きく書かれる人っていうのはそれだけ行動も伸び伸びしてるんですけれど、その伸び伸びしてるっていうのは他の人とぶつかることもあるじゃないですか、はい、大きく行動するっていうことは。逆に小さく書かれるっていう方は他の人に当たらないようにいつも気をつけてるっていうことは、それだけ一つ一つのことに対してすごくより丁寧に行動してるっていうところがあるんですね、うん、だからもう本当にミスが少ない人で、周りの人からはそこがもうだから事務作業とか細かい作業をしていただいたらもう抜群の能力を発揮する人だと思います。よかったです。はい。もうね、だから計画立ててコツコツ行動するっていうのもかなり得意な方だと思います。うん、そうかもしれないです。そうですね。はい、だからもうすごく慎重に行動されてる。まあだから、まあ、いいことばかりはしていただいたんですけれど、まあ、決して悪いことって言うんじゃないんですけどね、それだけ丁寧に行動されてるから、逆にその急に変化があったりした時に、うん、ちょっと戸惑ってしまうようなところがあるかもしれないです。要領っていうことに関しては、まあ、決してその要領いいとは言えないんですけれど、うん、でも長い目で見るとね、その要領よくやってるつもりでも、そういう人ってやっぱりその土台がしっかりしてないから、だから長期で見ると結構すぐに崩れてしまう、うん、でもこういうコツコツ行動される人っていうのは歩みは遅いかもしれないですけれど、はい、一つ一つのことを確実に積み上げていける方なんで、だからウサギとカメだったらカメタイプかもしれないですけれどそのだからウサギのタイプの人がどん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 先に行ってしまうかもしれないですけれど、まあ、それはそれで自分は大器晩成型やっていうことで、あんまり焦らずに今のご自分のペースでどん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 積み上げていかれたら、はい、確実に大きな結果残せる人やと思います。なんかね、逆に言うとそのルール通りいかない時、だからルール決まったところではすごく強いんですけれど、はい、もう自由にやってくださいって言われたら、そしたらちょっといつもルールをその意識してたらよかったのが、ルールないところで自分行動したらどうしたらいいかってなかなか分からなくなってくる、はい、そういう時はね、ここの書き始めのところを開けて書くんですよ。これね、開けて書く人は、はい、その真面目っていう人とどこが違うかっていうと、柔軟っていうことなんですね、はい、要はその若い時はきっちりルール守るっていうのがすごく長所になるんですけれど、だんだんいろんな経験積むにつれてその
ルール通り行かないことってあるじゃないですか、はい、でここ離れてる人は逆にルールを決められると窮屈やから結構ストレスになるんですけど、はい、でも自由に行動できる環境ではね、すごく長所としてね、その自分の才能を発揮できるんですよ。ですね、この今まで書かれてるこの真面目な今まで積み重ねてきたことは一生消えないんですけど、でも字をちょっとここ開けて書くようにするじゃないですか、はい、そしたらその真面目にプラスして柔軟さっていうのも日頃の行動に取り入れることができるんですよ、はい、そうなった時に今までは真面目っていう行動一つのパターンだったのが、柔軟な行動っていうパターンも自分の中で生まれることで視野が広がってきます。で、今までこうでないとあかん、ここはちょっとその例えば時間に遅れるだとか、まあ本に書いてること以外のことをするっていう時にちょっと怖いなって思うことがあったかもしれない。 そんなことないですか？あるかもしれない、あるかもしれないですか？でね、こういうちょっと柔軟になるっていうことはまあいいかって思えるんですよ。でも柔軟になるっていうことは自分に対しても寛容になれるっていうことなんですよ。そうなると相手もちょっとぐらい遅れてきてもまあええやんかっていうふうに思うことができる。ですんでね、まあ、とにかく若い時からね、あんまりそんなルーズなんていうのはまあルーズっていう言い方ちょっとどうかと思うんですけど、まあ本当に学生さんとかはやっぱりきっちりする習慣っていうのを身につけといたらいいと思うんです、はい、でもだんだんそのプラスアロファで柔軟さっていうのを身につけてる人の方がそのいろんな状況に対して強いです、うん、はい。とにかくね、本当にもうそのコツコツタイプの誠実さっていうのはもう他の人が真似しようと思ってもなかなかこれだけできる人っていないと思うんですはい、だからそれはもう自分の長所やっていうことでしっかり意識されたらいいと思います、はい、はい。でプラスアルファ柔軟さっていうのを見つけられたら、そしたら鬼に金棒で、はい、さらにいろんな状況に対応してどんどん活躍できると思います、はい、はい。じゃあこちらよかったら持って帰ってください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。